400年近い歴史を持つ荒町。江戸時代、商業上の特権が与えられたことから城下でも有数のにぎわいを見せました。その伊達家の中でも限られた場所にしかその特権を与えられてなかったっていう意味では、やっぱりまあ荒町っていうのは特別な土地の一つだったのかなっていう認識はやっぱりありますよね。3、2、1、0。そして今、100年後にも町を残す取り組みが始められています。中心となるのは、日々衰退の脅威に直面する商店街の店主たち。若い人が、まあ、商店街っていう方にね、こう目を向けてくれないので、学生さんが来るということなので、いろんなコミュニケーションを取りながら、やっぱりこの商店街の、活性化を図っていきたいなということは思ってます。にぎわいを取り戻したい。未来を見据え奮闘する店主たちの思いを取材しました。こんにちは、東北学院大学4年の増田弘子です。私は今、東北学院大学五つ橋キャンパスの建設予定地に来ています。現在はもともとあった病院の建物がそのままになっているのですが、もう間もなく工事が始まるそうです。2023年、若林区にある旧市立病院跡地に東北学院大学が五つ橋キャンパスを開設します。若い世代が増え、周辺地域ににぎわいが生まれると期待されています。こちらは五つ橋キャンパス建設予定地に隣接する荒町商店街です。見ての通り、ゆったりとした時間が流れている落ち着いた雰囲気の商店街ですね。若林区荒町にある荒町商店街も活性化を目指す地域の一つです。江戸時代は麹を独占的に販売する権利が与えられたため、麹の町として発展。明治以降は麹屋が徐々に減り、業種の入れ替わりもありましたが、小さな商人の町として形を残しています。長い歴史を持つ荒町商店街。荒町のこれまでとこれからをお店の人たちに聞いてみたいと思います。では早速行ってみましょう。最初に訪れたのは、荒町に唯一残る麹屋、佐藤麹味噌醤油店です。このお店の歴史を教えてください。創業はですね、1603年。結局伊達藩について、はい、まあ、米沢とか岩出山、そして仙台ってきたわけですね。伊達政宗が仙台城を築いたのと同じ時期に創業し、14代目の店主、佐藤光政さんが現在も店を守り続けています。やっぱりね、皆さんにね、まあ、美味しいと言われるような味噌を一生懸命作ってきました。ただそれ一心ですね。それだけです。誠実に作り続けて、はい、来られたんですね。はい、この400年の歴史があるお店ということなんですけど、はい、これから100年後の荒町に残したいものを、はい、ぜひこのリップボードにお書きいただきたい。残したいもの、はい、お願いいたします。はい、100年後に残したいものは荒町というふうに、まさに荒町とお書きいただいたんですけど、はい、これなぜ荒町というの。やっぱり町をなくしたくないですよね。100年後もこの町が、はい、あればいいなと思ってます。はい、
このお店も人づくやってればいいなと思いますけどもね。荒町の歴史とともにあり続けてきた老舗麹店、代々受け継がれる味と香りを今後も残したいと考えています。昔の歴史、作り方を守りながらですね、まあ、現代に合ったような味付けにしてますけどもね、はい、昔の味をそのまま100年後まで今のような味を、まあ、残されればいいなと思いますけどもね。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。次に訪れたのは及川酒造店。およそ330年前に創業し、この店も当初は麹を販売していました。しかし江戸時代から明治にかけて、まあ、あの麹を作るのが1年休みっていう交代制になったもんで、それでそこで酒蔵を始めたんですね。で、大体酒を、なんか150年ぐらい前だと思うんですけども、で、今あのそこに写真あるのがその酒作ってた頃の写真なんです。当時、麹の需要が減ったことから生産日数が大幅に減少。これを機にそれまで培ってきた技術を生かして酒造りに鞍替えしました。しかしその後、さらなる危機が襲います。昭和に入り、大手酒造メーカーが量産体制を確立。コストが高くなりがちな地酒はあまり売れず、酒造りを諦め販売に専念することにしました。時代の波に飲まれながら300年以上も店を続けてきた先祖たち、手段は違えどその意思は受け継ぎたいと考えています。100年後、私が残したいものは土地です。土地というふうにお書きいただいたんですけど、これはなぜ土地と、まあ、先祖代々この土地で及川家として、まあ、商売をしてっていうことでずっと続いてきてるので、うん、まあ、商売をしてとかというわけじゃなくてもいいので、まあ、どういう形でもいいので、この土地に今まで通りこれからも及川家が続いて、土地を残して続いていってくれればいいなっていう希望ですね。この場所でやってきたから300年続いたんだと思いますよ、やっぱりね。だからそれにはやっぱり荒町に対しては感謝してます。荒町にでよかったなっていう気持ちは私は強いですよね、やっぱりね。こんにちは。いらっしゃいませ。一方、こちらは現在も酒造りを続ける森民酒造本家。創業は1849年で、仙台市内でも数少ない蔵元の一つです。店を受け継ぐのは6代目の森徳秀さん。さっきその1849年創業したって言ったけど、その前は麹屋さんの蔵と屋敷だったらしく、それをそのまま買い取って酒屋に改築したというふうに聞いていますね。古くから残る蔵はまさに店の宝です。私が100年後残したいものはですね、こちらになります。蔵というふうに、はい、ちょっと手前味噌で申し訳ないんですけれども、うちがですね、お酒を作っている酒蔵っていうのは、ちょうどその先ほど言った創業1849年からずっとそこでお酒作りをしている蔵でして、でもうですね、仙台市内で昔はやっぱり非常に城下町だったんで蔵が多い町だったらしいんですけれども、まあいろんなこう戦争だったり、まあ、震災だったり、いろんなものを超えてもうほとんど残ってないらしいんですよ、その蔵という作りのものが。なのでなんとかですね、それをこうずっと使い続けて、そこでこうお酒を作り続けることができればいいかなと。この日、仕込みを行っているということで、特別に蔵の中を見せてもらいました。この階段の、ここの、この階段登ったら、今仕込んでる途中のお酒を覗くことができるわ。覗いてみる？覗いてみたい。はい。落ちたりしてるかな？落ちんと思うけど。
した。かけ真面目。じゃあ、これ、あ、結構重い。頑張れ。すごいいい香り。すごいお酒好きにはたまらない香り。だからまともに顔突っ込んで書いたのもクラッと意識してドボンと落ちるから。あー、危ない。真冬でもあまり寒さを感じない酒蔵。長年使われるうちに酵母にとって住みよい環境になるそうです。お酒造りって酵母という微生物、この辺にもその酵母の仲間がたくさんいるんですけれども、目に見えない生き物の、まあ、活動を僕ら助けるみたいなのが、まあ、仕事になるんですけれども、目に見えない環境っていうのがですね、何十年もその蔵の中でこう作られてきているようでですね、うちのその蔵でしか作れない味わいというのがあるようです。だからせっかくだからうちなるべく生かせれたらな、残した方がいいじゃん。まあ、今のところまだこうやってここの中でお酒作ることができてるから、まあ、あと大事に使えばあと100年なんとかなるかなと。続いて訪れたのは団子茶屋荒町です。71年前に創業し、当初は工場で作った饅頭を仙台駅で販売していました。で昔ってあの、なんて言うんだ、今みたいに新幹線とかじゃなくってのんびりとした列車だったんで、ホームを歩いて、それでお客さんは列車の窓を開けてお饅頭くださいみたいな感じで、すごい買ってもらってたりしてたみたいなんです。私もちょっと、そうなんですね。31年前には店舗を構え、現在は団子をメインに製造と販売を行っています。伊藤さんが未来に残したいのは、店の近くに祀られているある像だそうです。私が100年後に残したいものは毘沙門さんです。毘沙門さん、はい、あのここをまっすぐに行ったところに行って、ちょっと入ったところにあるんです。へえ、毘沙門さん、毘沙門さん、ええ、なぜ毘沙門さんと。毘沙門堂の中に毘沙門さんがいらっしゃるんですけれども、うん、いろんな力があってこう皆さんを守ってくれるかなっていう感じがするんですね。なるほど、ええ、今お話しいただいた毘沙門さんご案内していただくことって可能ですか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、毎朝必ず毘沙門堂にお参りするという伊藤さん、一緒にその場所を訪ねました。拝んでおります。ここがあの毘沙門堂なんですよ。ここが、うん、でこの奥に毘沙門天さんが、毘沙門天さんがいらっしゃる、いらっしゃる。普段はもう姿は見れないんだけど、うん、その12年に一度寅年の、はい、で毘沙門さんのお祭りっていうのが8月1日、うん、2日にあるんですよ。でその時にあのご開帳されるので、毘沙門さんに会うことができるんですね。12年に一度トラできる、ね、そうそうそう、トラ年に。こちらは毘沙門堂がある満福寺の住職、我妻隆昌さんです。毘沙門天にまつわる古い伝説について教えてもらいました。本尊が毘沙門天で、その毘沙門天は平泉の藤原秀平さんっていう人が持ってたものなんだけど、その頼朝公に滅ぼされて、でその子孫があの毘沙門天をこう持ってこういろんなところをこう転々とするんだけども、最終的にあの、仙台市の郡山っていう鹿の股交差点のあたり、福島県じゃなくてあの鹿の股交差点のあたりに北目城っていうお城があって、あってとそこ建てたのね。そこを今度政宗公が攻めて、で青葉城に毘沙門天を持っていく途中で広瀬川に捨ててったと。でそれをこの辺の地域の人がこっちに持ってきて置いてったと。であのお堂を最初に建てたのは政宗公の息子さんの忠宗。
忠宗さんがあそこに毘沙門を建てたというふうには言われてるんですよね。ちょっと島根君、下足抜いていただいて。はい。失礼いたします。ここで毘沙門天が祀られているお堂の内部です。現在は頑丈に作られた鉄筋造りの扉の奥に据えられていますが、昔は木造だったため、ある災難に見舞われたそうです。ここの毘沙門堂っていうのは明治に火事になってて、このお堂はその後建てたお堂、大正時代に。そうなんですね。でその時に毘沙門天も一緒に火災になってるとか燃えてるんで。1904年に起きた火事により、毘沙門天の像の表面が焼けてしまいました。こちらが実際の写真。全体が真っ黒に焦げていますが、それでもなお凛として立つ姿が印象的です。今後も困難に負けず、荒町を見守り続けていってほしいと思います。荒町の歴史は日本古来のものだけではありません。こちらはパンを製造・販売する老舗のベーカリーです。およそ130年前に創業し、年季の入った電気窯を使って昔ながらのパンを作り続けています。ちょっとインタビューさせていただきたいんですけど、はい、よろしいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。6代目の店主、岡直樹さんです。もともとそういうパンとかを作られて、ね、一番最初は、お砂糖屋さんというか原料屋さんだったみたいなんですけど、まあ原料だけ売ってても生活できないっていうことで、はい、そこでなんかこうお菓子とかパンを作るようになったって私は聞いてます。なんと創業時から伝わるレシピが残っているそうで、見せてもらいました。はい、これなんですけど、はい、これは上角パンっていうね、はい、今でいう食パンのことです。食パンのことを上角パン、はい、上角って言ってたんですね。昔はグラムじゃなくて1貫目とか2貫目っていう単位でやってたみたいですけど、まあ今の数字に置き換えると大体、はい、できますね。大体これとほぼ同じですね。同じ、はい、昔の味を大切にし続けているお母さん。しかし未来に残したいのは味だけではありません。100年後に残したいものはこれです。それは若い人とのつながり。若い人のアイデアとか意見であったりってすごい新鮮で、なんかこの商店街でも取り入れられることは取り入れていくと、やっぱりいろんな若者が集まってきたり、そこでこう活性化していくんじゃないかなと思ってますので、ある商店街の方がやっぱり結婚をするということで、まあその当時やっぱりこの商店街を挙げてね、なんかお祝いをしてあげようということで、まあそこでまあ私も一枚こう紙まして、ここでこの商店街で人力車をやりましょう。2014年、荒町商店街で行われた結婚パレード。新郎新婦を人力車に乗せ、お母さんやご当地ヒーローの荒町マンたちが商店街のメインストリートを練り歩きました。この商店街に来た時に、ああこの商店街良かったなって思えるような、そんな商店街で来たらいいなと。まあ学生さんが来るということなので、いろんなコミュニケーションを取りながら、やっぱりこの商店街の、活性化を図っていきたいなということは思ってます。賑わっててほしいですね、はい、もうその頃は俺もいないですけど、賑わってもらいたいなっていうのが、はい、こんにちは。続いてやってきたのは1921年創業の
老舗呉服店です。こちらは店主の佐藤貴俊さん。このお店がどういうお店なのか、歴史などを教えていただいてもいいですか。はい、まあ、お店の名前がですね、ここは奥江呉服店というのを申します。奥江っていうのは奥州江差市に出身で、そこから出てきて商いをさせていただいたっていうのが大正時代からさせていただいておりまして、もうすぐ100年ということで、商いをずっとここの同じ場所でさせていただいております。実家の方も同じような商いしてたので、そこで、末っ子だったんです。末っ子なものですから、長男次男三男さんはそこでやってるけど、お前どっか行ってこいということで、ご縁で先代の縁を頼って、出てきて商い始めて、ここでさせていただいているということで。そうだったんですね。普段は着物の仕立てや販売を行っていますが、地元で開かれる祭りなどにも積極的に参加してきました。やっぱりお祭りするとすれば毘沙門さんを中心に、みんなでね、夏祭りであったり、盆踊りであったり、そういうね、地域とのつながりありますね。あとは戦後と聞いてますけども、七夕祭りをずっと、させていただいてて、それこそ天皇陛下、ここ昔国道だった時代に、昭和26年に、来られた時にはきれいにみんな町の人たちと一緒に作って、したということも聞いてますね。地域とのつながりを大切にしている佐藤さん、100年後に残したいものもやはりお祭りです。お祭りがあって楽しい町ということで、私はお祭りがないとね、そして笑顔があってね、年齢関係なくね、頑張る人いっぱい頑張ってもらって、よそ者ね、そしてあとバカ者若者ね、みんな寄ってきてもらって、あいつ誰って言って、お仲間にしよう仲間にしようっていうね、そういう町にしていきたいなっていうふうに思います。今日ちょっとインタビューをさせていただきたいんですけど、お時間大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。最後に訪れたのは、フットサロン等。こちらの店は、足つぼ療法や正しい歩き方をサポートする健康機能靴の販売などを行っています。オープンしたのは2011年。歴史ある商店街の中では、比較的新しい存在です。荒町っていうのは別にこう狙ってきたわけではなくて、まあ、たまたまっていう形ではあるんですけれども、私出身が田舎なもんですから、やっぱりその田舎の文化っていうのが、こう仙台で暮らしてるとなかなかそういうものに触れる機会っていうのがなかなかなくて、でそれがもうここだと生きてるんでね、その昔懐かしい中学校の文化祭みたいな、そういうノリでこういろいろやれるんで。荒町の人情味あふれる風土に惹かれた店主の駿河さん、未来に残したいものもこの文化です。私が100年後の荒町に残したいものは、大人が全力で遊ぶ文化です。大人が全力で遊ぶ文化、はい、すごい可愛らしい絵と一緒に描いていただきましたけど、はい、これはどういう理由でこの言葉を選びましたか？はい、バカじゃないかって言われるようなことを、こう大人がですね、全力で、もう別に何の役に立つとかお金になるとか関係ないんですよ、ただやりたいからやるっていうことを、もうひたすら全力で、もう体力と知力を使い倒してやるということができる文化が荒町にはあると思います。遠足っていうのは、まあ、これはまあサービスの一環として有料でやってるんですけれども、歩くことが楽しくなってしまったお客さんたちが、もう物足りなくなってもっと歩かせろと言ってくるので、もう江戸の旅人ごっこってい う, こう無駄に長距離歩くイベントなんかもやってるんですけれども、もちろんこういうことができる人たちが荒町には多いと思うんですけれども、できればこうね、遠巻きに見てる人たちも混ざってくるような、ただやりたいからやるっていうのをもう全力でやるっていう、
そういうことがこうできる大人が育てばいいなって思いますね。荒町商店街の方にたくさんインタビューをさせていただきました。皆さんとても穏やかで明るくお話をしてくださって、ご自身の仕事に誇りを持っていらっしゃるんだなということを感じました。100年後の未来もその先の未来も、学院大と荒町商店街が協力し合って、すべての世代の方が笑顔で暮らしていけるような未来を期待したいと思っています。